それでは、祝いますか、YouTube からお送りしてます。週刊運輸です。よろしくお願いします。お願いします。祝いまさかです。三好純一です。よろしくお願いします。そして、三好さんがまた新ネタを考えてきたということで、よろしくご説明をお願いいたしますであ、これす。だ、これだ。共有。六角形です。はい。で、なんか、三角の、こっ格子が切ってあります。ち。はい。で、これをどうするかというと、あ、なんか上に余計なのが見えた。よし。つまりですね、この六角形、この対辺がつながってて、対中。向かい合った辺がですね、つながってて、スライドできると。ルービックキューブみたいな感じでですね。うん、ああ、じゃあ、格子部分が全部スライドできるってことですね。そうです、そうです。3方向ということになるのかな。そうです、そうで6す。方向、いや、3方向かな。はい。はい、わかりました。そして、で、どんどんシャッフルするとぐちゃぐちゃになるわけですけど、動画ではぐちゃぐちゃになった状態からスタートして逆再生で、ここに戻っておしまいと。ああ、なるほどね。はい。うん、なるほど。で、じゃあ、右端、左端は、ぐるっと回ってる感じ。そうです、そうです。で、こうん。れ多分トポロジー的にはトーラスと一緒になる、ドーナツと一緒になると思うんですけど、あ、そうなんですか。穴はい。が開いてる。あれ？三あ、方向。まあ、正方形の右と左がつながって、上と下がつながってれば、こう、くるっと回してつないで、くるっと回してつなぐからドーナツになるじゃないですか。なるほど。な、それと同じような感じで、六角形でも、うまいことをすれば、ドーナツになるんですよ。うん。あれ、どうなる、そうなんですか。割と簡単なんですけど、トーラスになる。おお、トーラスの意味が。トーラスの意味が、ここがこうなるからトーラスだって言えますか、今。あれ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 。あれ？どっか、通らすっていうぐらいなんで、穴が開いてる風だったことですかね。いや、四角形の、まあ、これ今、ひし形になってますけど、まあ、ここの右下のやつをこっちに持ってきて、左のやつをこっちに持ってきたんですけど、そうすると、こういうひし形ができますね。はい。で、こういうひし形ができてて、この辺とこの辺が繋がってて、この辺とこの辺が繋がってるんで、さっき言った正方形の右左に繋がった、上下に繋がったってのと一緒なんですよね。うん。うん。うん。まあ、ちょっと急にはわかんない。なんだろう、折り紙とか、まあ、これとかで、ちょっと共有停止しようかな。ああ、何か。なんかこれ本の帯ですけど、はい。本の帯で左右つながりました。こういう輪っかになりますよわね。かりますね。はい。で、ここの上下がつながったってことは、これをぐーっと伸ばしてって、ぐーっと伸ばしてって、こっち側とこっち側とつなげるああ、と、なるほどね。それと、動きが同じジャンカ的なこと？そうそうそう。そうなのか。ドーナツの上に、なんか三角格子を切って、スライドすれば、同じ。そうなんですか。なるほどね。はい。じゃあ、これはまあ、で、動きは乱数なの？乱数で、まあ、ルービックキューブと同じように、一列だけ回すのもあるし、二列、三列同時に回すとかいう、同時に回すっていうのができるの？もあっていいかなと思ってるんですけど。同時に回す？それはどうやるんだ？わかんない。同時に回す 同時にって、と、2列ってここ並んでる3列ですよね。だから、
同時って横横に平行とか。うん、平行な4列があるから。ああ、まあまあまあ、それはそうですけど、まあまあ、1個ずつでいいかな、別にね。それって、そうですか。はい。2本、2個動かすのは、単に脅しだけというか、1個ずつ動くのと一緒ですもんね。一緒一緒。じゃあ、まあ、1個ずつ動かしましょうか。で、ぐるぐる回ればよくて。テクニック的にちょっと、この、今、こう、こっからここまで一コマ動いてますけど、一コマというか、一格子分動いてますけど、塗るって動きたいですか？塗るって動きたいですね。じゃあ、それはそのようにしましょう。はい。はい、できれば。そうですね。まあ、パズルゲームも今時はそのように動くようになってます、ね。なんか飛んじゃうと、頭が繋がらないかもしれないので。あるいは、乱数で回して、元に戻るまで回し続けと。長い動画ね。それは、戻らないとかかもしれない。あ、わかりました。じゃあ、それで。はいはい。そして。ということで。なるほどね。そうか、もうじゃあ、逆に言うと、ソルバーもできるわけだね。もしかするとね、頑張ればね。ソルバーはつまり散らかってるやつを三角三にする。それができればすごい。最短手順じゃないかもしれないけど。うん。それはなんだろうな。それは横澤さんに聞きましょうか。人任せ。うん、横澤さんってのは、ルービックキューブ。あ、そうですね。コレクションされてる。コレクションもしつつ、ソルバーも、ちゃう人だよね。自力。人間ソルバー的なのもやるし、多分、なんかプログラムもやるんだよな、きっと。そうでしょうね。はい、わかりました。実は俺はちょっとやってみますね。あれ、それ、そうか、まあ、後で数えればいいんですけど、何マスですか、それ。一辺を4等分してます。4マス。はい。もう一回、今日、見ますか。見るか。一辺が4等分になってて、で、ここ、この角度で切るやつが、ここもう1等分してますね。もう1等分ってなんだ。2等分。うん。まあまあ、まあまあ、4本。引いてる感じですね、そんな感じです、はい、4本引くんだけど、ああ、4本引くんだけど、まだまだもう1個お釣りがあって2本引くんだ。そう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 、そう。じゃあ、それでやってみますね。はい。そしたら、視聴者の皆さんは登録をぜひよろしくお願いします。ようやっと1060から1067ぐらいに増えました。地道。すごいな。はい。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつかバズる日もあるのではない。そうね。よろしくお願いします。